輝く夜空の星が流れるとき、人間は皆どのような願いをするのでしょうか。お金が欲しい、恋人が欲しい、未来を変えたい、過去を変えたい。ですが、それは本当に願いなのでしょうか。願いとは、そう、妄想にしか過ぎないのです。妄想をする、それは決してやましいことではございません。人間は誰しも大なり小なりの妄想をする生き物ですから。いえ、少し言い方を正しましょう。妄想をする生き物は人間しかいません。つまり妄想とは人間にのみ与えられた特別な力なのです。妄想の中には辛い現実など存在しません。叶わぬ理想も思いのままに。妄想こそが人間にとっての本当の幸せだ、そう言っても過言ではありません。ですが、人間は知っている。妄想は妄想であり、現実ではありえないということ。そうです、現実ではありえない、これが悲しい現実なんです。そしてこれこそが妄想が妄想であるゆえんなのです。しかしですよ、妄想が現実になれば、それはとっても素敵なことじゃありませんか。だからこそ私が存在しているんです。さあ、舞台の幕は上がります。夢より素敵な妄想をお楽しみください。ここは一体、かかってこいよ。
それとも辛い現実なのでしょうか。かかってこいよ。あなたはどちらを望みますか。飛ばしてくぜ。はっ、これでは終わりだ。飛んでけ、非エンジン飛んでけ。はっ、はっ、はっ、楽勝。妄想と現実はいつもあなたのすぐそばに。ようこそいらっしゃいました。妄想なのか現実なのか、その答えはいつでもあなた次第です。さあ、始めましょう。現実のような妄想を、そして妄想のような現実を。やばいやばいやばい、これじゃあ完全に遅刻だ。水木のやつ怒ってるかな。せっかく週刊チョップの早売りを持ってきてくれてるっていうのに、早くジャンク通りに行かないと。土曜の秋葉は人が多いな。まあ、にぎわってて楽しいけど。はーい、そこのご主人様、ニャンダミケがご案内にゃ。え、何？ごめん、ちょっと今急いでるんだけど。少しだけ話を聞くにゃ。猫耳喫茶ニャンドリーミンが明日オープンにゃ。そしてニャ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 ンと、明日限定のオープン記念ドリンク1杯22円の大サービスにゃん。はーい、これチラシにゃん。ああ、ありがとう。で、ここ先月までうさ耳喫茶があった場所じゃん。時代はうさ耳より猫耳にゃん。ほんと秋葉ってこの手の店の入れ替わりが激しいな。にょにょにょ、やば、水木からだ。もしもし。もしもしじゃないでしょ。さすがに2時間は待たせすぎだよ。ごめん。今どこ？今は向かってる途中。もう少しで着くから、5分以内には。はいはい、分かったよ。それじゃ期待しないで待ってるから。やばい、今のはちょっと怒ってる時の水木だ。にょにょにょ、ごめん、また今度。ちょっと友達を待たせてるんだ。
ご主人様のご帰宅心よりお待ちしてますにゃ。来た。ごめん。もう遅いよ朝日。待ちくたびれちゃったじゃん。いやー、その来る途中にいろいろあって。ま、一応聞いといてあげる。今日は一体どんな言い訳を用意しているのかな。メイドさんと話したりとか。ふん、僕との約束よりメイドさんの方が大切だったんだ。いやいやいや、そうじゃないって。決してそういうわけじゃないから。本当に。それで、なんかいきなり話しかけられたんだよ。明日猫耳喫茶がオープンするんだにゃんって何それ。いや、今のはもう今日こそは怒ろうと思ってたのに笑っちゃったじゃん。だけど朝日って昔から不思議と人を寄せつけるよね。そうか。俺いつもだいたい一人だぞ。そんなことないよ。きっと朝日が気づいていないだけ。今日も僕が早売りのチョップを持ってきている。それが何よりの証拠だよ。はい、これ読みたかったでしょ。おー、続きが気になって仕方なかったんだよ。わざわざありがとな。ううん、気にしないで。どうせバイトに向かう途中だったから。ま、あと30分遅れてたら時間切れで先に行っちゃってたけどね。そっか、今日は土曜だし水木はいつものバイトの日か。だけど水木らしいよな、中学生相手の家庭教師だなんて。そういう朝日の今日の予定は、家帰ってチョップ読んであとは寝るだけ。おい、人を暇人みたいに言うなって。チョップだけじゃないぞ、アニメとゲームも待ってるんだからなで、朝になる頃に寝るんだよね。充実してるじゃないか。もう相変わらずニート生活を満喫してるんだね。俺にとってニートは天職だからな。もったいないな。ん？何の話だ？さあ、なんだろうね。それじゃあ僕、そろそろ行かなきゃ。今日はありがとな。それじゃあまた。うん、またね。それじゃあ、バイバイ。さてと、それじゃあ俺も家に帰るとするか。
違う違う違う。お、なんだあの人。こんな秋葉原は間違っている。は？どうして秋葉原は変わってしまったんだ。昔の秋葉原はこんなんじゃなかった。もっと夢と希望があふれていたオーディオの街だった。なんだなんだ。なのに今の秋葉原と来たらアニメだアイドルだのめちゃくちゃだ。これあれだな、関わったらいけない類の人だな。オーディオの秋葉原はもう戻ってこないのか。どこへ行ってしまったんだ。俺の大好きだった秋葉原は。絡まれないうちにさっさと帰った方が良さそうだな。ただいま。って誰もいないか。今日はなんだか疲れたな。別に何もしてないのに。とりあえずもう一度寝るか。時間ならたっぷりあるし。それじゃおやすみ。誰だよ。ったく。はい、もしもし。その声、寝起きでしょ。もう、今何時だと思ってるの？なんだ、水木か。おはよう。おはようじゃないって。今はもう24時前。今日が終わっちゃうよ。なんだ、そんなに寝てたのか。ねえ、どうした？なんか用か？いや、用ってほどのことじゃないよ。今日は誰かさんが遅刻したせいであまり話せなかったから電話でもと思ってさ。何か話すことあったっけ？もうこれだから朝日は。だって小学校からの幼馴染が大学を中退したきりそのままニート一直線だよ。さすがに心配で話をしたくもなるよ。ちゃんとご飯食べてる？将来のこと考えてる？そりゃご心配をおかけしました。だけど毎日ちゃんと考えてるぜ。ずっとニートでいられる方法とか。もう何それ。ちゃんと栄養のあるもの食べてる？じゃがいもって野菜だっけか？ポテトは野菜に含まれません。やっぱり栄養が足りてないみたいだね。燃費がいいんだよ。はいはい。ねえ、朝日はもちろん明日も暇だよね。いやだからさ、人を暇人みたいに言うなって。まあ確かに暇っちゃ暇だけど。よし、それじゃあ一緒にご飯食べに行こう。ちゃんとした栄養のあるご飯を。うわ、水木のおごり。大学終わるの何時？ねえ何時？大学はお休みだって。明日っていうかあと少しで日曜日だよ。本当にとは曜日の感覚がないんだから。あれ、そうだっけ。ほら、俺にとっては毎日が日曜日だし。はいはい。それじゃあ時間と待ち合わせ場所はメールしておくね。了解。一応朝12時には起きてると思うから。遅れるときはちゃんと連絡してね。もし寝坊したら明日こそは鬼電するから。モーニングコール待ってます。僕はお母さんじゃないんだからね。それじゃあおやすみ。あ、おやすみ。水木のやつ相変わらずしっかりしてるな。ご飯は食べてるけど将来ね。あー、働きたくない。一生働きたくない。今日みたいにずっとのんびりと自由気ままに生きていきたいって。もう24時過ぎてんじゃん。リモコンはどこかなっと。あ、水木からメールか。14時に中央通りのホスマップ本店の横で寝坊しないように早めに寝るんだよって。俺は遠足前夜の小学生か。
誰だよこんな昼間に。俺に用事のあるやつなんて。いた。おはよう水木。今日もいい天気だね。おはようじゃないよ。一体何時まで寝てるつもり？今は何時なのかな。14時30分だよ。時間に来ないから心配したんだよ。あれだけ寝坊しないようにって言ったのに。夜中にちょっと用事があって。アニメかな、ゲームかな、それともまとめサイトでも見ていたの？全部です。まあどうせいつものことだから大して心配してないけど。ごめん、今どこにいる？メールで送った通りだよ。中央通りにあるホスマップの本店の横。すぐ行くから待ってて。はいはい、ちゃんと顔洗うんだよ。歯磨きも忘れずにね。やばい、急がないと。あれは確か猫耳喫茶ニャンドリーミン、本日オープンだにゃん。にゃにゃん。昨日の猫耳メイドか。そっか、今日オープンって言ってたっけ。昨日も見た顔だにゃん。もしかしてお店に来てくれるにゃん。オープン記念イベント、ドリンク1杯222円だにゃん。ごめん、友達が待ってるんだ。またいつかきっと。ここからだったら駅を突っ切っていった方が早いな。よし、急ごう。知ってる秋葉原駅じゃねえぞ。もしかしてあなたは駅の違和感に気づいているのかな。あなたって俺のこと？ええ、そうよ。妄想の違和感に気づいているあなただからこそ話しかけているの。少しだけ話を聞かせてもらえるかな。なんで俺に？ていうかちょっと急いでるんだけど。大丈夫、時間は取らせないわ。だけど。だってあなたこの駅の違和感に気づいているのよね。気づくも何も、こんなことになってたら誰でも気づくって。それじゃあもしかしてこの人が原因だっていうの？原因って？なんでもない。それじゃあさ、これは何に見える？これって、ていうか俺急いでるんだけど。出てきてピンク。任せろっち。ぬいぐるみが喋った。失礼なやつっち。可愛いけどぬいぐるみじゃないっち。オイラはさっきの由緒正しき立派な使いまっち。どうなってんだこれ。ぬいぐるみが動いて会話してる。だからぬいぐるみじゃないっち。やっぱりピン君を不思議に感じるのね。不思議に感じる？間違いない、あなたは妄想者よ。は？妄想者？ちょっとついてきてくれるかしら。だから待てって。俺友達との待ち合わせに急いでるんだけど。大丈夫よ、すぐそこの駅前だから。ピン君行きましょう。了解っち。おい、だから俺は行くだなんて一言もって言っちゃったよ。ああ、もう本当に少しだけだからな。遅いわよ、年頃の女の子を待たせるだなんて。な、強引な。って一体これは何なんだよ。昨日はこんなのなかったぞ。ねえ、名前は？あ、名前？
いいから名乗れっち。せっかくだから覚えてやるっち。朝日だけど、立花朝日。秋葉に生きる健全な男子だ。朝日ね、了解。あ、私は星野咲よ。で、この子はピンク。ちぃ。それで早速なんだけど、朝日はこのオブジェに見覚えはある？呼び捨てかよ。っていうか、このオブジェは何なんだ？オーディオ類みたいだけど、音楽系のイベント？それとも何かの反則キャンペーンか？だけどそれにしちゃ人が集まってないっていうか、気にしてすらいないっていうか。ええ、その通りよ。そしてこれはイベントなんかじゃないわ。朝日はオーディオ類のこだわりはある？例えばスピーカーだとかヘッドホンだとか。オーディオ類のこだわり？音楽は普通に好きだけど、オーディオ類って言われると全然。ゲーム用に少し高めのヘッドホンは持ってるけど、それくらいだ。さっき、やっぱりこいつが原因じゃなさそうっち。音の違いなんか全くわからない人間だっち。確かに、違いのわからなそうな男ね。ひょっとして、バカにされてる？だけど、だとしたら、もしかしてこっち側なのかもしれないわ。ちぃ？おーい、もしもし。俺だけ置いてけぼりなんだけど。ったく、今日は一体何なんだよ。駅は変だし、ぬいぐるみは喋ってるし。だから、ぬいぐるみじゃないっち。もしかして俺はまだ眠ってるのか？ううん、これは夢なんかじゃない。すべて現実の出来事よ。これはね、妄想が。なんなんだこれは。ピンク、あの人。音田久義っち。やっぱり、あの人がこの妄想の。すごい、すごいぞ。これだ、これこそが俺の理想の秋葉原だ。どうだ、そこの若者よ。はい、俺たちのこと。君たちにはあのオーディオの輝きがわかるか。そう、これが秋葉原のあるべき姿なんだ。おさん、どうしたんだ。朝日、ちょっと静かにしてて。俺はこの秋葉原でオーディオ専門店シルバーサウンドを営んでいる。もうかれこれ20年以上になるかな。そんなに昔からやってるんですね。アンプ、スピーカー、それにヘッドフォン、うちに来れば何でも揃ってるぞ。君たちは知らないかもしれないが、昔の秋葉原はオーディオマニアが集う街だったんだ。それが最近はアニメだの、アイドルだの、全くもってけしからん。そうですよね。だけどそれは昨日までの秋葉原みたいだ。俺はずっと勘違いしていたみたいだよ。そうさ、秋葉原は今もオーディオの街だったんだよ。なんだったんだあの人。間違いない、音田久義。彼がこの妄想の原因ね。オイラたちの予想はドンピシャだったっち。ええ、そうみたいね。さっき、あれを見るっち。え、なんだ。入り口が現れたわね。さあ、早く行ってみましょう。あ、おい、ちょっと。なんだよこれ。こんな扉俺は知らないぞ。妄想宮への入り口よ。妄想宮入り口。映画の撮影でも始まるのか。さっきの彼、音田久義の心のバランスが崩れたの。だから妄想宮への入り口が現れたの。それだけの話よ。音田久義には昨日から目をつけていたっち。おい、何がどうなってんだよ。全く意味がわかんねえって。こうなったら仕方ないわ。みんなでこの妄想を壊しましょう。あ？妄想を壊す？っていうか、みんなって。何言ってるの？当たり前じゃない。朝日も当事者なのよ。オイラたちについてくるっち。おい、ちょ、待てって。扉に消えた？なんなんだよ、わけわかんねえよ。ああ、もう。水木、ごめん。後で飯を奢るから。
なんだここは。秋葉にこんな場所があったなんて。って感心している場合じゃないな。サキはこの奥にいるのか。出たわね、妄想中。サキ、頑張るっち。なんかヤバそうだけど、あいつら一体何と戦ってるんだ。やっぱり映画の撮影か。それとも俺はまだ夢の中にいるのか。なかなか手強いわね。私一人でなんとかできるかしら。私一人じゃやっぱり厳しいかもしれないわ。おい朝日、ぼさっとしてないで手伝えっち。いやだからなんでだよ。あーやっぱり俺面倒だから帰るわ。さっき朝日が逃げそうっち。ちょっと朝日、早く来なさいよ。女の子一人こんな場所に置いていくつもり。お前らが勝手に来たんだろうが。あ、おい大丈夫か。大丈夫じゃないっち、さっさと助けに来いっち。あもう。おい、大丈夫か。さっき、朝日が来たっち。作戦成功ね。なんか、全然元気そうなんですけど。って、化け物も元気じゃん。朝日、来てくれてありがとう。それじゃあ早速、私たちに力を貸して。いや、力を貸すも何も、俺はただのニートだし、貸せる力はない。何を言ってるっち、その刀は何のためにあるっち。は？刀？その右手のだっち。って、なんだこれ。俺いつの間にこんなものを。さっきから握ってたわよ。なんだよこれ。だけど、ちょっとかっこいいじゃん。うわっ。朝日、ちゃんと前を見て。奴らが襲ってくるっち。よくわかんねえけど、とりあえずやるしかないのか。楽に行こうって。いや、またまだ。届いて、届いて、届いて、届いて。やるだ、これでも気分にも及ばないっち。みなぎってきた。当然の結果ね。やったのか。ええ、これで全部ね。だけど、初めての戦いにしてはすごいじゃない。もしかして俺すごいのか。まあそうだよな。実は俺昔から戦い続けてるんだわ。ごめん、なかなか言うタイミングがなくてさ。そうなの。いつ、どこで、何と戦ってたのかしら。寝る前とか頭の中で襲いかかる不良たちを相手に。ってそうじゃなくて、今の化け物は何なんだよ。やっぱり俺さ、まだ寝てると思うんだ。なあ、そうだよな。ピン君、ほっぺたつねってあげて。了解っち。あ、やめろって。わかったよ、これは夢じゃなくて現実なんだろ。ええ、今起きたことは全部現実の出来事で、映画の撮影でもないわ。カメラはどこにもないっち。そもそも誰がニートを主演に選ぶっち。もしかして俺またバカにされてるって。だからそうじゃなくて、あの化け物たちは本当に本物なのか。あんな化け物が現実とか意味わかんないから、次は絶対に殺されるって。大丈夫、安心して。朝日の力があれば次もきっと勝てるわ。そんな漫画じゃあるまいし。それにほら、俺ニートだから筋力ないし。ってことで俺は帰る。将来に希望はないけど、さすがにまだ死にたくない。もしかして朝日は私たちを置き去りにするの。こんな危険な場所なのに、あんな危険な化け物がいるのに。
白状な男っち。え？きっと私たちは朝日が帰ったせいでとっても危険な目に遭わされるんだろうな。そして囚われの身となってあんなことやこんなことやそんなことを。先がかわいそうっち。朝日がへたれなせいでお先真っ暗っち。ピン君、私たちは先に進もう。朝日は来てくれないけど二人で頑張ってこうね。ちぃ、おいらはずっと先のそばにいるっち。あーくそ、わかった、手伝うよ。手伝えばいいんだろ。本当にね、本当についてきてくれるの。この状況で帰るだなんてさすがに言えないってありがとう朝日。ちょっとだけ見直したっち。ニートのくせに男前だっち。はあ、さらば俺の平和な一日よ。そしてごめんな水木。それじゃさっさと行きましょう。妄想級の最欲を目指すのよ。
するっち。近くにお宝がありそっち。敵がいるっち。はっ、敵を2体発見っち。先手で攻め込むっち。いや、これだけ。ヒールラゴ、これで非エンジン。さっきは2体いるっち。足元に及ばないっち。はっ、残り1体っち。黒叩きにするっち。回復は。敵がいるっち。またまた。敵は2体っち。先制攻撃なら余裕っち。またまた。またまた。さて、やっ。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 っち。少し見直す。敵がいる。敵は3体っち。焦る必要はないっち。なんだこいつ、さっきまでの奴らと全然違うぞ。きっとこいつがこの妄想球の主、妄想衆よ。妄想衆？説明は後だっち。朝日、油断しないで。さっきまでの妄想獣とはわけが違うわ。こいつを倒して妄想の侵食から現実を守るのよ。だあ、もうますます意味がわかんねえ。サキ、ピンク、後でちゃんと説明しろよ。敵は1対1、余裕着々っち。楽に行こう、ぶっかけ。タトリック、いや、待って、これでもやってった。非エンジン、待って、そうです、行くよ。これでも着レンジ、そうです、これでもやったわね。回復は。
アサヒ、体力が減らしてるって。やばい、あっあっあっ、これで終わりなのか。ええ、なんとか片付いたみたいね。お疲れ様、いい動きしてたわよ。はあ、死ぬかと思った。ちょっと休憩、もう無理だから。休むのは外に出てからよ。妄想の侵食を破壊できたのか確認しないと。もう本気で意味わかんねえ。何がどうなってんのか説明してくれよ。つべこべ言わずにオイラたちについてくるっち。戻ってくれたわね。あれ、いつもの駅に戻ってる。気づいたかしら。そう、無事に妄想を壊せたってことよ。あれ、あ、このおっさん、俺はどうしてここにいるんだ。確かお昼を買いに出たはずで、そしたら駅前が俺の理想の秋葉原みたいになってて、思い出せない。どうにも記憶が曖昧だ。疲れているのかな。今日はもう家に帰ってゆっくり休もう。でもやっぱりなんかおかしいな。行っちゃった。とりあえずこれで一件落着ね。妄想の侵食から世界を守れたわ。いやいや、一件落着じゃないから、いい加減説明してくれって。今日起きたことを一から説明してくれ、俺にも分かるように。仕方ないわね。まあ、アサヒにも知る権利があるわ。この現実で何が起きているのか、そして私たちが何と戦っているのか。耳をかっぽじってよく聞くっち。で、つまりどういうことだ。さっきから何も理解できてないんだけど。だからさっきから説明してる通りよ。現実を侵食する妄想を破壊しているの。変貌した液は妄想の侵食？妄想球の妄想種を倒せば妄想が消える？誰かの妄想が現実を侵食しているの。今回は音田さんの妄想が原因だったのよ。妄想が現実を侵食するって、それこそ妄想の話だろ。だけど実際にその目で見たでしょ。この秋葉原駅が妄想に侵食されていたのも。そして妄想級の妄想師を倒したことで侵食していた妄想が綺麗に消えたのも。そうだけど、これはね、妄想の出来事なんかじゃないの。全て現実で起きていることなのよ。だけどもしそれが現実だとしたら、なんで通行人は駅の異変を気に留めなかったんだ。
それこそが妄想の侵食よ。現実を侵食し、それを当たり前だと思わせてしまうの。その異変に気づくことができるのは、その妄想を生んだ本人と、そして私たちだけよ。なあ、お前ら一体何なんだ。侵食する妄想を認識して破壊する、選ばれた存在とでも言えばいいのかな。で、オイラはその使いマッチ。もしかして俺もその選ばれた存在に含まれてるのか。当たり前じゃない。だからこれからもよろしくね、アサヒ。断る。ちぃ、妄想の侵食とか意味わからないし、俺はただの選ばれたニートだし、それに意外と忙しいんだ。今日だって友達と飯を食いに。って、やば！何？どうしたの？忘れてた。水木との約束完全に忘れてた。あいつ怒ってるだろうな。昨日もすっぽかしかけたし、今日はさすがに。うわ、メール来てる。どれどれ？100万円が当選しました。今すぐクリッククリックって。あら、当選おめでとう。ただの迷惑メールじゃねえか。水木、相当怒ってんのかな。連絡もないなんて。無断遅刻は良くないわ。それに時間にルーズな男はモテないのよ。お前らのせいだろうが。あ、今度こそ水木だ。怒ってないといいな。え、どうかしたの？14時に中央通りのホスマップ本店の横で、寝坊しないように早めに寝るんだよって。あら、約束すっぽかしたのにまた誘ってくれるなんて素敵な友達じゃない。いや違うんだ、昨日と同じ文面のメールなんだ。何言ってるっち。あれ、今度は何。もうさっきから何度も驚かせないでよ。なあ、さっき今日って日曜日だったよな。そうよ、今日は日曜日。ただそろそろ夜も遅いし、月曜日になってるかも。携帯で日付確認してみてくれ。え、別にいいけど。え、どういうこと。そんなの俺が聞きたいよ。なあ、教えてくれ、どうして終わったはずの日曜日が始まってるんだ。こうして私たちの日曜日は始まった。永遠に終わらない目まぐるしい日曜日が、いっぱい笑っていっぱい泣いた。楽しいこともあれば辛いこともあった。本当に大変な日曜日だった。だけど仕方なかったのよ。だって私は選ばれた存在だったんだから。そう、私は選ばれた特別な存在だったの。今でもそう信じてる。だってこんなに素敵な思い出を手に入れることができたんだから。